今日はですね、ホンダジェイドマイナーチェンジをした車両で、これから箱根を目指すことにします。特に今回ですね、ジェイドは2列シートを加えて、本来のコンセプトといいますか、ステーションワゴンのような車に変身したところも、注目したいと思います。さて、マイナーチェンジしたジェイドに乗っています。今は箱根の山道を走っていますけれども、ここまで、高速走行してきたインプレッションでいうと、速度が上がるとより快適感、それから車の、スムーズさみたいなものが際立ってくる印象でした。こうして、カーブを曲がっているようなところでも非常にこうインに入りやすくて、ホンダらしい、スポーツテイストというのが増幅された印象があります。それからこの加速方向ですけれども、CVT の制御が新しくなって、非常にこう伸びやかになったというのが一つと、もう一つはダウンシフト制御、これも入っていて、非常にこう分かりやすく、コーナーのところで、気持ちよくダウンシフトをしてくれる、そんな印象ですね。本田さんの新しい、ワゴンが誕生したというところが僕は非常に大きいと思います。で、RS の場合、これガソリン車で試乗しましたけれども、やっぱり、操縦安定性、それから静粛性、そこのマイナーチェンジでの進化が大きいと思います。乗り心地もですね、非常に引き締まったものではありますけれども、ノイズリダクシングホイールの効果もあって、例えば段差を乗り越えた時の嫌なボコボコ音みたいなものもほとんど感じられません。ただちょっと残念なのはエンジンだったんですね。2000回転台のちょっとこうざわついた感じ、すっきりしない感じがちょっと気になりました。でもそれ以外は特に山道での走りはバッチリ、路面に吸い付くような安定感ある走りを堪能させてくれました。